皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日はチュッパチャプスの飾りの作り方を紹介します。用意するものはチュッパチャプス、ハサミ、下書き用の鉛筆、色付きの厚めの紙、今回は赤色と黒色を使います。まず赤い紙に鉛筆で唇の形を下書きします。書き終わったらハサミで切ります。次に黒い紙に鉛筆でひげを下書きしてハサミで切ります。これで唇とひげが出来上がりました。チュッパチャプスの棒を真ん中に突き刺して穴を開けていきます。穴を開きにくい場合は先にハサミの刃先で穴を開けてから棒を突き刺します。これでチュッパチャプス用の唇とひげのデコレーションが完成しました。このように持ち手の棒の部分が浮いて取りやすくなります。簡単に作れて可愛いアクセントになるので、誕生日プレゼントやパーティーの飾りなどに作ってみてください。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。